日報海岸国定公園は、九州東部の大分県中部から、南は宮崎県北部にかけての海岸線に設置された国定公園。延長約 120km に及ぶ海岸部半島、湾入、東諸段階と続くリアス式海岸と多島海景。1974年2月15日指定。名称中の日報とは、日向国と文語国とを指す。 北端は大分県大分市の佐賀の関、南端は日向市の三密地区近辺に位置する。この地域の海岸線には複雑なリアス式海岸が発達している。このため、工業場が多く、佐賀の関の関,の関味、関鯖をはじめ、薄木のフグ、斎木のぶり、つくみのマグロなど魚介類の名産に富む。また、暖流の黒潮の影響を受けすよが高いため、館島、 深島をはじめとして、海中には、サンゴの群落が発達しており、10カ所の海中公園が指定されている。カタクチイワシなどの魚類も豊富で、これらを餌とするイルカも、頻繁に見られる。大分県側には黒島、元ル海岸、波あたり、津海岸等の県内を代表する海岸が並ぶ。宮崎県側の延岡市近郊の海岸は、海水浴客なども多い。 文後水道に点在する離島には、亜熱帯性植物などの希少な動植物が分布する。一帯では、急斜面の土地と温暖な気候を生かした柑橘類栽培も盛ん。ありがとうございます。